の思い出はキャンプに行くっていうのが新しいことで始まったんですよ。ニューヨークって2時間ぐらいドライブすればもう山だらけ、はい、湖だらけ、はい、もうキャンプ天国なんですよ。もうそれで、まあ、一泊だけしたんですけど、トイレもなし、うん、全くのキャンプ。おお、トイレもなかったんですか？ないです、うん、でもそれがもう楽しくてちょっと待ってください。すみません、トイレがなかったのが楽しかったんじゃないんだけど。私にもいつかきらめく金曜日や夢のような日曜日がやってくる。人は皆その日に憧れて生きています。そして全てが風のように過ぎ去った今、いつも私を支えてくれたのはあの退屈な火曜日だったんだと気がつきました。そんな火曜日たちのラジオ、チューズデイズ、人生は火曜日。清武ゆかりがニューヨークからお届けします。夏といえばすごい。そうですね、夏といえば、はい、去年すごい楽しくてってとこからでいいです。もともともう自然が大好きなんですけれど、はい、虫だけは苦手でどうかなと思ったんですけれど、ね、トイレもない環境で待って待って、それが楽しくてっていきますもん。トイレもシャワーもなくてもそれ大きいよね。でもね、キャンプで大きいです。でも本当に自然の中で、はい、クマが出るかもしれないっていうところで、ダメだよ。だってなんで笑うの、ダメだよ。普通なのにチューズデイズ、人生は火曜日。本日のゲストはジャズベーシストコンポーザーの上田典子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。上田典子さん、兵庫県出身、4歳からクラシックピアノ、16歳でエレキベース、19歳でウッドベースを始める。ボストンバークリー音楽院にてジャズの作曲を学ぶ。チャーリーパーカー作曲コンテストではオリジナルのビッグバンド曲キャッスル・イン・ザ・ノースが最優秀賞を受賞するなど、コンポーザーとしても高い評価を受けている。98年から拠点をニューヨークに移し、フランク・ウェスバンド、テッド・ロゼンタール・トリオ、ディーバ・ジャズ・オーケストラなどに参加。自身のビッグバンドノリコ・ウエダ・ジャズ・オーケストラでの演奏をはじめ、ジャズ・ベーシスト・コンポーザーとして活躍中ということですが、はい、本日は本当に美味しいじゃないお忙しい中足を運んでいただきましてありがとうございます。 ありがとうございます、呼んでいただいて。先日、はい、ティーラウンジでの演奏を聞きに行ったんですけど、とても楽しかったです。ありがとうございます。私初めてあれがあのビッグバンドを見たんですけど、はい、映画を見てるよ、なんかお芝居を見てるよ、なんか遊園地に行ったようなワクワクした感じがしたんですよね。多分そう言ってもらったら一番嬉しいです。やっぱり作曲するときに、うん、こう自分の中でストーリーを考え、ストーリーっていうのはその特に本当のストーリーじゃなくて、こう音楽的なストーリーっていうか、はい、あのジャズってすごくあのやっぱ即興の要素が多い音楽で、もちろん自分のビッグバンドでもソロの部分っていうのはあるんですけれども、やっぱり普通のコンボの演奏以上に自分で ストーリーを作り上げることができるので、はい、そうですね、それはまた違う喜びっていうか、あのビッグバンドを作曲するっていうのは私にとってはやっぱりとっても特別なことで、うん、でそれをやっぱり聞いてもらって、うん、あのストーリーを映画みたいに感じたって言ってやっぱり言ってもらったらすごく嬉しいです。うん、どうしてビッグバンドをやり始めたんですか？ニューヨークに来る前に大阪音楽大学のビッグバンドであのベースを弾いてたんですよ、うん、であのベーシーカウントベーシーのビッグバンドを聞いて、はい、これはかっこいいなと思って、うんうんうん、いつか自分もこういうの書きたいなと思って、書きたいと思った、うん、書きたいなと思ったんですよ。弾きたいなと思ったのももちろんあったんですけど、でもビッグバンドはだからもう言ったら私の趣味なんですよ。もう本当趣味、うん、趣味、いや大変ね、まあ、商売にはなってないし、そっかそっか、うん、そうね、自分が書けるときに書いて、
そう、自分の欲望を満たすみたいな感じで。どんな欲望を満たしてるんですか？曲を書きたい、アレンジしたいっていう欲望がまずあって、それを書いてもやっぱり誰か演奏してくれないと寂しいでしょ、うん、ほんでそれを演奏してくれて、あーすっきりみたいな。じゃあやっぱりもう最後の快感っていうのはもう全員でわーって演奏した時、もう子供を産み落とした時みたいに。産んだことないけど。そっかそっか、でも自分で育てていって、そっかそっか、うん、ようやく生まれたぞっていう感じ。なるほど。その今もおっしゃったように大変なのに時間もかかるし労力だってかかるわけじゃないですか。なのにどうして続けてられるんですか？お金の目的じゃないし採算は取れないけれども、純粋に楽しい、すごく楽しい、からやってるわけで、ミュージシャンも楽しいと思ってくれてるんだと思います。だといいな。もうみんなね、もういつでも呼んでねって言って、ギャラなくてもいいよって、レコーディングするならギャラなくてもやるよとか言って、言ってくれるんですけど、やっぱりちょっとそういうわけにもいかないからね、本当レコーディングしたいんですけど、はい、ビッグバンドの、うんうん、そうですね、今はちょっとスポンサー待ちですね。ティーラウンジの演奏を聞いたらというか見てたら、はい、それはちょっとわかる気がします。楽しそうでした。よかった、それが一番。楽しんでほしいなって、自分たちが楽しんでるぐらいに楽しんでもらえたら嬉しいなと思ってやってます。ではここでですね、はい、ティーラウンジでの、あの、のりこさんのパワーオブスプリングをご紹介したいと思います、はい、これはどういう曲なんですか？私ニューヨークで5月が一番好きな季節なんですよ、うん、新緑がぐい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 緑に毎日燃えていく様子、それがすごく好きで、すごいなと思って、その春の力ってすごいなと思って書いた曲なんですけれど、うん、冬に実は書き始めて、うん、今思い出したんですけど、雪の時から書き始めて、雪解けを得て最終的に春が来て、新緑が、もうニューヨークの緑って本当に綺麗な緑なんですよ、濃い緑じゃなくて新緑、そう、その、うん、そうですね、それがエンディングかな、っていうか、それが最終的に、うん、そうなるっていう過程がすごいなと思って、短期間で、しかもニューヨークの春はすごく短いんですよ、うん、すぐ夏にも本当に寒い雪の降る季節から暑い夏にすぐ変わってしまうんで、その変わり目っていうのは本当にあの貴重、日本でいうもう桜っていうのがニューヨークではそういう新緑かなっていうぐらいの感じのスピードなんで、じゃあ聞いていただきたいと思います。パワーオブスプリング聞いてください。春の力。
Thank you.
ある日私道に迷ってすごい遠回りしたんですよ。ニューヨークで。ニューヨークで。はい。で、ああもう遠回りしてすごい時間かかってって言ってブーブー文句言ってたら、友達が、ああよかったねって言って、知らないとこ見れてって言って、知らない風景見れたねって言って言われて、すごい目から鱗が落ちて、そうかそういう考え方もあるなって言って、その考え方好きだなと思って、はい、その目標にストレートに行かなくても、そこに向かわなくても、遠回りしても、それはそれで得るものがあるなって、今もよくそれ考えるんですよ。それどんな工程であり、作曲の過程でも、何でも、それはもう回り道して、すごいすごくいろいろ書いて、やっぱ後でやっぱこれは良くないなと思って消したとしても、それは無駄じゃなくて、もともと私合理、どっちかというと合理的な人間なんですけれども、はい、で無駄が嫌いだったんですけど、はい、で無駄もいいな、いいかなとか思ってきて、無駄を楽しめるような人になりたいなとか思って、それがだんだん、まあ徐々に実践できるっていうかになってる、なってきてるなと思って。どうやって無駄を楽しむんですか。だからその言葉通り、その私の友達が言ったように、本当に周り見せした時に新しい発見が何かある、何かあると思うし、それがもしかしたらそれこそ、失敗は成功の始まりで、次にもっとうまくできるかもしれないし、そうですね、よく過程を楽し、結果よりも過程を楽しみなさいっていう言葉ってあるけど、やっぱりなかなかそれって、こう実感しにくい、はい、しにくいです、しにくいんだけれども、それがだんだんそうだなと思って、いや時間かかってもいいや、遠回りしてもいいやみたいな感じに、何をやるにしても、私もそうね、なんかもしも失敗してもそれでいちいちくよくよしないっていうか、それが自分がその時にできるベストだったらいいやっていうふうに思えるようになってきて、無駄を楽しむ、人付き合いでもまあそういうことがあると思うんですけれど、全ての人を満足させようとか、全ての人に好かれようと思っても、それはもう無理な話で、結局やっぱり自分がこうだと思うことを貫いていれば、それでもしそれが結果が受け入れられなくても好かれなくても、それをでもそれを受け入れてくれる人がすごく、例えば友達だったら友達で残っていくんだと思うし、私の音楽をそうやって受け入れてくれる人がオーディエンスとしても残ってくれるんじゃないかなと思うので、もう一曲のりこさんに曲を選んでいただきました。はい、ピアニストのテッド・ローゼンタールさんのトリオのアルバムに2枚参加させていただいたんですけれど、その中の1枚はテッドさんがクラシックの曲を全てジャズトリオにアレンジされて、私の大好きなアルバムなんですけれど、はい、その中からチャイコフスキーの純ジャズにぴったり、クラシックの曲なんですけれど、はい、本当にジャズにしっくりきて面白いなと思うので、それを聴いていただけたらと思います。はい、純6月ですか。そうです、お聴きください。Thank you.
部屋のペイントを塗るときに、壁をですね、塗るときに、ピアノがあるんですよ。ピアノがあったんですよ、はい、私のピアノが。はい、その、ピアノを動かすのめんどくさいから、うん、その周りを避けて、うん、そのピアノの場所だけ空白を残して色を塗るような人だった、うん、人なんですよ。はあ、だから、重箱の隅をつつかないんですよ。はあはあはあ、うん、だから、どっちかというと、はあ、私は、そう、合理、もうちょっと合理的にしたいし、もうそういうのを生理的に受けダメな、うん、うん、ちゃんと塗らないとっていう、うん、人なんですけど、そういう極端な、まあいいじゃんっていうのを見て、すごくこう、自分もこう、まあいいやんっていうふうにすごいこう思えるようになってきたっていうか、完璧じゃなくてもいいやって、それもそれで、うん、美しいんじゃないかなって思えるようになった。完璧じゃなくても美しい。そう。不完全の美みたいな。その偶然性が美しいとか、そういうこと。例えば、はい、ビッグバンドを書いてて、タイムリミットがあって、で、あ、これをもうこの短期間で書かなきゃいけないから、じゃあちょっともうとりあえずもう書いちゃって、適当に書いちゃって後で直そうとか思ってばーって書いて、はい、急いで書いた方がシンプルにできて、後で、あ、これちょっと後で直そうと思ったけど、これはこれでシンプルでいいなとか思って、結果オーライになる時もあるし、うん、そう偶然から生まれる何かっていうか、そういうのも受け入れられるようになったっていうか。それも受け入れなんですね。なるほど。うん、それを否定してしまったら、やっぱり受け入れにくいと思うっていうか、それがオープンマインドに、うん、慣れてたらいいなと思って。大変忙しそうですが、来週日本に行かれるんですよね。前回のゲストだった白崎彩子さん、ピアニストの白崎彩子さんとのツアーが7月7日の七夕の日から、はい、岡山で始まります。はい、ぜひ見に来てください。はい、上田のり子さん、はい、本日はお忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございました。時間が短くて今日は終わりでございます。あ、そうなんですか。喋り足りないな。またそれはまた来週に取っといてください。あ、わかりました。